is a Clan Farron commentary channel. はいどうもアクレス、今回も BO2、実況やっていきたいと思います。さっきのマッチでは、DSR 普通のカラーリング迷彩だったんですけど、よくね見てみたらね、アタッチメントプラス迷彩もね引き継がれてるというか、0周目で解除してたやつがもう全部なんかそのまま使えるようなので、今回ね、金迷彩をね、使っていきたいと思います。いいね。まさかね、アタッチメントとか、迷彩がね、解除されているとは思いませんでした。便利ですね。戻ったのは、レベルと、あと、なんか、アンロックしてるかどうかっていうのぐらいかな。うん。だから多分俺もバリスタと XPR ちょっと使ってたから、バリスタもアンロックすれば、バリスタもあれだよね、アタッチメントとか迷彩とかアンロックされてるんだね。ということはどんどん使っていけば、使っていくだけ、なんだろう、自分自体はプレイステージしても武器とか、そう、あとはなんだ、アタッチメントとか、あと、迷彩のね、進行度とかは保存されるのかな？うん。知りませんでした、全然。普通にモダンウォーフェアシリーズとか、みたいに、プレステージしちゃえばもう、1からみたいな感じになるのかなと思ってたんですけど、うん。まあ、いいんじゃないですかね。俺、まあ、あんまり BO2 やらない方なんで、やらないというか、モダン3、今メインでやってるんで、うん、助かりますね。こういうシステムは。またしっかり、おぉ、カクついた。向こう全然カクついてないじゃん。俺だけカクついてんのか。まあ最近になってきてね、回線とかあまり、またカクついたね、これね。回線とか、あまり悪くなくなったりしてきたんですけど、まだちょっとありますね。まあ、たまたまいいのが続いただけなのかな。それはわからないけれども。うん。さっきね、あれ、ハンバーガーをね、食べてきたんですよ。ハンバーガーを。で、私、ハンバーガーというか、カクつくね。マクドナルドのチーズバーガーがすごい好きなんですよね。まあ、チーズバーガー以外にもハンバーガー好きですけど。いやー、あれ美味しいね。美味しい。好きな食べ物の中に入ってるんですけど。俺の好きな食べ物は、牛丼と、あとはハンバーガー、さっき言ったのと、あとは、あとなんだ、これといって好きだっていうのは、まあ一番はそれですね。まあ、他にもいろいろ、なんだろう、スパゲッティとかあるけど、基本的にね、カロリー高いというかね、肉系かな？肉系好きですね。肉系っていうかなんだろう。そういう肉メインの料理みたいなものが好きですね。なので牛丼とかもね、よく食べますし、うん。前なんてね、学校帰りにチャリで吉野家行ってても吉野家にね、行ってた時があってね。まあでも俺的にすき家の方が牛丼美味しいかなと思います。まあ、いろいろ、個人によって差がありますけど、私はね、すき家がいいかなと。まあ、学生、一応まあ、学生なんで、
価格っていう面もありますし、ね、美味しいから好きやかなっていう。今当たったんだね。本当に好きだよ。好きや。俺もね、すごい時ね、本当去年かな。じゃあ、一昨年の春休みか。一昨年の春休みはね、もう本当にめちゃくちゃ行きました。すき家に。もうね、やばいぐらい行って、いや、ね、本当なんか、他のね、服とかね、いろいろね、買おうかなと思ったんだけど、本当にそれだけを、なんか、ほぼ、牛丼に費やしました。お小遣いを。牛丼食いに行くという。食いに行って帰ってくるだけって。破壊したのかなあれ。途中で爆発したの。うん。まあ、あれですね。接戦ですけど、若干負けてますね。全然実況してませんでしたね。好きなものの、なんか話みたい。完全に雑談だった。当たんないな。あれ？ああ。こいつは倒す。よし。おっと、これはまた74対75あたりで、負ける方、負ける方かな、これ。やばい、負けちゃうね。まあでもいいや。あ惜しいところでなんか倒せなかったね、うん。ということで、今回の実況を終わりたいと思います。よろしければチャンネル登録、コメント、評価いただけると嬉しいです。うん、はい、じゃあ、さよなら。